はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。ちょっとね、音声だけちゃんと取れてなくてアフレコになってます。口とも合ってないですよね。すいません。とりあえずね、ドローンを飛ばしに、あとバイクのツーリングっていうか、まあ、ソロツーリングで、ドロ橋の方までね、行こうということで、この日は、行ってきました。まあ、予定としてはね、ちょっとタイトな予定、まあ、別に泊まるわけでもなく、まあ、バイクでね、ずっと行くんで、行程としてはかなり長い、長時間バイクに乗って行くような状況になってます。で、今ここにいてるのがね、奈良県の桜井市っていうところの談山神社っていうところの、近くになります。今ね、多分道路の標識、まあ、後ろにもこれ見えてますよね。ちょっと遠くの方ですけどね、この道路の標識見ても談山神社ね、紅葉とかが結構有名な、ところみたいなんですけど、僕も実際ね、神社まで行ったことがあんまりないんでね、詳しいことは分からないですけど、結構有名な、スポットになってます。まあ、とりあえずね、これ確か時計見て11時くらいだったかな、出発ということで、まあここまでもね、奈良市内からも1時間弱くらいだったかな、くらいもうバイクで走ってきて、まあ、ちょっと休憩でということで、コンビニに寄って、撮影をしているという状況です。で、バイクの方なんですけどね、まあ結構ね、なんかいろいろつけたり外したりをしてまして、フォグランプとかね、カメラの位置もちょっと変えましたね。フォグランプなんかもちょっとステーをちゃんとつけて、やりました。まあ、自作のステーでやってたんですけどね。あと後ろにジビーの、こうね、ケースも買ってつけました。これも紹介何もしてないんですけど、また機会あればね、紹介もしようかなと思って、まあ、ちょっととりあえず使ってみてと思いながら、なかなか出番もなく、まあ、ちょっと使ってみてね、また紹介しようと思います。何を喋ってたかね、わかんないですけど、とりあえず行ってきますということで、はい、ではでは。
はい、どうも。だいぶね、山の中に入ってきています。今、1時過ぎなんで、さっき出発するって言ったところからもう2時間くらい走ってるんですかね。今は、あれですね、もう和歌山県に入りましたね。現在地、ここです。奈良県から和歌山県に入ってちょっと行ったとこくらいですね。はい、こんな感じです。まだ目的地が多分この辺り、とりあえず設定してたのはこの辺りなんで、ちょっと、まあ、そこまで行ってみようと思います。まあ、ちょっとテスト、なんていうか、トイレがあったんでね、ちょっと寄ってみました。はい、こんな感じです。すごいですね。なんかね、岩肌が。ここもなんかさっきね、書いてましたけど、イカダで、なんか昔は木を運んでたんですけど、あんなとこ、無理、行けそうかな。よくわかんないですけど、ここにはそう書いてますよね。こんなところこんなんできるのかな？ねえ。もうほとんど車も通らないですけど、たまにね、トラックとか、結構なんかやっぱり土砂崩れとかで工事してるとこもありますね。時々、大きい車が通ります。じゃあ、とりあえず、ちょっとここでも、飛ばせそうなんで、ちょっとね、風景撮影したら、もう、行こうと思います。まだ道中長いし、帰りもありますからね。はい、ということで、ではでは。
はい、どうも。泥橋の方に着いたわけではないんですけど、ちょっとね、和歌山とちょうど三重の県境くらいのところで、なんか有名なフォトスポットでね、この向こう側の山がこう、中州みたいになってて、なんかちょっと珍しい地形がね、珍しいところがあるんですけど、そこをね、ちょっと撮ろうかなと思って、来ました。だいぶね、ちょっとね、暗くなってきたんで、ちょっと時間的にもね、しんどいんですけど、まあちょっと寄ってみたっていう感じです。もう泥橋の方が行けないかもしれないけど、なかなか。まあとりあえずね、ちょっと飛ばしてみたいと思います。よいよ。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。とりあえずね、今から泥橋の方に一応行こうとは思うんですけど、時間的にかなり厳しい感じになってきてます。もう3時前くらいになってるんで、帰るのが3時間か4時間くらいかかるんでね。とりあえず、まあ、なんていうか、近くまでは来てるんで、ちょっと見に行こうと思います。とりあえず。で、飛ばせたら飛ばそうと思いますけど、はい、ということで、ではでは。
はい、どうも、着きました。一応ね、なんか本当だったら多分船着き場みたいな感じで、向こうにちょっと、今見えないか、もう。船があって、それでね、いろいろこう、渓谷の間を、船で走っていくみたいなんですけど、まあ僕はもうそんなことをする気もなかったし、時間もないんですけど、まあ、後ろの方になんか吊り橋みたいなのがあったりしてね、はい、そんな感じです。で、なんか、ここ船着き場みたいなんですけど、なんかこうツリーハウスみたいになってますよね。なんかすごいな、日本じゃないみたい。荷物を置いてるんですかね、上の方まで。うん。で、向こうはなんか、アコから降りてきたんですけど、なんかこう、旅館みたいなのもあるみたいですけどね。はい。じゃあちょっともう時間もないんで、ちょっと飛ばしてね、もう帰ろうと思います。ではでは。はい、どうも。とりあえずね、ちょっと飛ばしてみましたけど、ここは多分ね、あんまり飛ばさない方がいいかもしれない。本当に谷間なんでね、すぐに目視が飛行になっちゃうし、電波状況もやっぱりすぐにこう山の向こう側みたいにちょっと隠れちゃう感じになるんで、当然、目視が飛行を申請してないとちょっと、難しいと思うし。で、とりあえずその、なんていうかな、谷間にこう、なっちゃうんで、なんていうかな、その申請届け出とかそんなん別にして、ちょっとね、すぐに電波状況が危うくなるから、ちょっとしんどいと思います。はい。ということで、ちょっとえらい遠くまで来てるんでね、もうこれで急いで帰ろうと思います。まあ、またよろしくお願いします。ではでは。Thank you.